ウニョクは、韓国の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループスーパージュニアのメンバーである。本名、イヒョクチェ。愛称は、ヒョク。韓国経緯動家ヤコーリトモミチユ出身。SM エンターテインメント所属。身長176センチメートル、体重58キログラム。血液型は、O 型。 1986年、韓国系軌道家役折ともみちで生まれる。家族は父、母、姉。幼い頃の夢はサッカー選手だったが、小学3年生の頃、姉を見てダンスに興味を持つ。その後デビューした HOT のチャン・ウヒョクに憧れ、テレビ映像を見ながら真似をする形でダンスの練習に没頭した。そんな頃、 同じ小学校の同級生で同じくサッカーとダンスが好きだったジュンスと知り合う。次第に互いを一番の親友と思える仲となり、二人でダンスの練習をするようになった。六年生になると、ジュンスの提案で HOT のコピーグループを結成し、共に歌手を目指して公演に励んだ。2000年 SM キャスティングシステムのオーディションに合格。実は、 ジュンスと同じ1999年にも受けていたが、落選している。事務所が当時、韓国で国民的人気を誇った HOT と似た人材を求めていたことから、先に合格していたジュンスが事務所内でうにょくのことを第二のチャン・ウひょだ。ラップ、ルックス、ダンスまで、すべて似ている。彼が来ればこの事務所は安泰だ。などと称賛し続け、その名を広めていた。 二回目のオーディションでは審査員から右翼のパートを披露するよう言われたと言い,い、自身もチャン右翼のイメージでキャスティングされたとしている。なお、噂を聞いていたイトゥクは初対面で全く似ていないと感じがっかりしたと話している。スーパージュニア結成前は村民ンン、ジュンストの三人組だった。練習生時代もジュンストは片時も離れず、兄弟のように常に行動を共にしていた。 共にデビューするという話も過去に何度かあったが、ことごとく、ジュンス側の事情で白紙となった。そのことで自分を責めるジュンスを慰め、支えていたのもウニョクだった。先にデビューが決まったジュンスは追い目を感じ、一緒にデビューしたかったと告げたが、彼のデビューを誰よりも一番に喜んだのはウニョクだったと言い、本当に嬉しかった。ジュンスの幸せは僕の幸せだったと話した。 東方新規が t v デビューをした際には嬉しさのあまり泣きながら電話で祝福を告げ、ジュンスもまた早くデビューして舞台上で会おうと泣きながら話した。以前のように会えなくなり孤独を感じることもあったが電話で互いを励まし合ったという。ジュンスの存在はデビューに向かう原動力であり一番支えとなる人物だったと話している。 6年の練習生期間を経た後、スーパージュニアとしてデビュー。その派生グループスーパージュニア、T、スーパージュニア、ハッピー、スーパージュニア M の一員としても活動している。2011年2月28日から6月20日、スーパージュニア M の活動1 0年のためキスザラジオの DJ を交板し、イエソンと交代。2011年12月4日、 個人活動多忙のため、イトクと共にキスザラジオの DJ を降板、村民両クと交代した。2012年ドンへと共に、スーパージュニア D&E として、日本で活動を始めた。2015年10月13日に入隊。2017年7月12日除隊。ダンシングマシーンの肩書きを持ち、グループの中で、最もダンスが上手いため曲中のダンスシーンでは毎回、 センターに来る。芸名の由来は不明だが、銀を意味する、運と本名の曲を足したもので、連音化して、うにょくとなる。自己紹介の際、スーパージュニアの宝石美男うにょくです。ということがある。いじめられ、キャラで、お笑いバラエティ面の担当でもあるため、バラエティ番組にもよく出演する。ダンスバトルなどでダンスを披露することも多いが、バラエティ番組の場合、かっこよく踊るか、 笑いを取るかでかなり悩むという。同事務所の少女時代からは、事務所で一番面白い人という評価を受けている。純粋かつ騙されやすい性格で、よくドッキリ企画の標的にされる。また思いやり深く、泣きやすい。メンバーが喧嘩し、シンドンが脱退するというドッキリで泣き出し、話し合って解決しようよ。みんなと喧嘩したくないよと訴えたり、ドッキリだとわかると安堵して、 再び号泣したことがあった。この時ヒチョルは、本当にいい子、何回でも騙せそうと話した。キャシャな体型のために、韓国ではしばしば、ミョルチの呼び名で皮肉られている。本人もコンプレックスに感じ、太る努力をしているが、太らない体質のため悩んでいる。特に2010年以降は、そのイメージからの脱却を目指し、懸命に鍛えて筋肉をつけているが、 依然として払拭できずにいる。しかし他のメンバーからはその体質やスタイルについて羨ましがられることがある。姉の影響が強く、仕草がめめしいことを自覚している。小学生時代よりチャンウヒョクの大ファンであり、強く影響を受けている。また、間近で彼のステージを見た感想で、本物にはかなわないと口にしたことがある。来歴の項に記した通り、ジュンスとは、 小学生の頃から大の親友で、小中学校の同窓でもある。また、本人のツイッターやサイワールドでの名前、オールライズは、デビュー後のジュンスと初めて共に、ステージ上で歌い踊った曲のタイトルである。部屋が綺麗である。そして、イチゴミルクが大好きである。イチゴミルクが大好きといった次の日は、合宿がイチゴミルクの山であった。メンバーのドンへと練習生時代から、 仲が良いことで知られており、二人をまとめて、うね、ファンによってはうんと呼ばれることもある。スパーショーで中敷きを出してしまいそれ、以降中敷きをネタにしている見た目に反して、メンバーの中でも一番の大食いである。日本にて、メンバーやマネージャーたちと一緒にアイスを食べようと、スーパーに来た際、隅でこっそりお菓子を買おうとして、一くに怒鳴られ、泣き出したことがあった。 仕方なく許可を出すと泣きながらとても嬉しそうに食べたという。子供の頃から食に対する執着は強かったが、太りたいがゆえにわざと大量に食べる面もあると話す。改善しつつあるが、かなりの変色化で食べられないものが多い。酒、タバコを生まれて一度も口にしたことがない。小学6年生の頃に結んだジュンスとの誓いを守っているためである。しかし、 s s 後のツアーが始まってから、酒は少し飲むようになった。スーパージュニアの作品を参照。スーパージュニア T の作品を参照。スーパージュニア Happy の作品を参照。スーパージュニア M を参照。スーパージュニア D&E の作品を参照。ありがとうございます。